2002年日本語能力試験懲戒4級これから4級の懲戒試験を始めます。問題用紙を開けてください。問題 1, 1問題用紙を見て正しい答えを一つ選んでください。 では、練習しましょう。例1。1> 男の人と女の人が話しています。女の人は、どの切手を買いますかタンさん、すみませんが、切手を買ってきてください。はい。五十円切手を三枚と、 80円切手を5枚お願いします。はい。50円3枚と80円5枚ですね。はい。女の人はどの切手を買いますか正しい答えは1です。回答用紙の問題1の 例のところを見てください。正しい答えは1ですから、答えはこのように書きます。もう一つ練習しましょう。2> 例2男の人と女の人が話しています。男の人はいつまで休みですか いやあ、昨日も今日もゆっくりしたね。ええー。明日も休みそう。明後日は明後日からまた会社。そう、大変ね。男の人はいつまで休みですか 正しい答えは3です。回答用紙の問題1の例2のところを見てください。正しい答えは3ですから答えはこのように書きます。では始めます。1番 1> 男の人と 女の人が話しています。鍵はどこですかあれ鍵がないわよどこに置いたのえーっと、テレビのそばのテーブルの上。ないわよあ、ごめん。電話のそば。あ、あった。 鍵はどこですか 2>, ?2 番男の人と女の人が話しています。店の名前はどれですかじゃあ 6時にレストランで。あ、レストランの名前は、みなみですね。はい。ひらがなで、みなみですかい,いえ、漢字で、みなみです。店の名前は、どれですか 3番男の人と女の人が話しています。女の人はどうやって学校に来ますかおはようございます。早いですね。いつもどうやって学校に来ますかそうですね。うちから駅までは自転車で、それから電車に乗って、次はバス、最後は ここまで歩いてきます。女の人はどうやって学校に来ますか ?4 番 男の人と女の人が話しています。田中さんはどの人ですかあ、出てきた。田中さん、どの人あの背の高い人。ああ、長いスカートの人うん,うん、そうじゃなくて、その隣の人。田中さんはどの人ですか 5番男の人と女の人が電話で話しています。二人は何時に会いますか今日の映画楽しみだね。で、何時に会う映画は4時半からだから始まる15分前に映画館の前で会いましょう。そうだね。 二人は何時に会いますか ?6 番男の人と女の子が話しています女の子が忘れたカバンはどれですか すみません。電車の中にカバンを忘れました。中に何が入っていますか人形です。人形ですね。他にはあ、花の絵のハンカチもありました。それだけですかはい。女の子が忘れたカバンはどれですか 7番。男の人と女の人が話しています。部屋はどうなりましたかえっと、椅子はテレビの前に置いてください。テレビの前ですね。で、花はそうね。花は窓のそばに置いてください。はい。それから本棚は、 ドアの横にはい分かりました部屋はどうなりましたか8番。 男の人が話しています。明日の午後の天気はどうなりますか午後の天気です。今日はとても暖かい一日でしたね。明日は一日風が強いでしょう。朝は晴れますが、午後から雨になるでしょう。明日の午後の天気はどうなりますか 9番男の人と女の人が話しています。女の人はどのカバンを買いますかこの白いカバンはいかがですかちょっと大きいですね。それに色は黒い方がいいですね。じゃあ、この丸いのはどうですか小さくて可愛いですよ。丸いのはちょっと じゃあ、これはいかがですか。そうですね。ではそれをください。女の人はどのカバンを買いますか。 10番。女の人が写真を見ながら話しています。女の人が見ている写真はどれですかこれ、弟と私です。2年前の写真です。弟は今は背が高くなって、私と同じぐらいですが、2年前はまだ低かったですね。 それから、私。この写真の時は、まだメガネをかけていませんでした。女の人が見ている写真は、どれですか 問題2問題 2, 問題2は絵などがありません。正しい答えを一つ選んでください。では一度練習しましょう。例男の人が女の人に聞いています。傘はどこで売っていますか ちょっとすみません。傘はどこですか傘は新館の2階でございます。え新館ええ、隣のビルです。こちらを右へ。ああ、わかりました。どうも。傘はどこで売っていますか ?1、このビルの1階です。 2. このビルの2階です。3. 隣のビルの1階です。4. 隣のビルの2階です。正しい答えは4です。回答用紙の問題2の例のところを見てください。正しい答えは4ですから、 答えはこのように書きます。では始めます。1番 1> 男の人と女の人が話しています。男の人は休みにどこへ行きましたかタンさんは休みにどこへ行きましたか 国へ帰りました。マイクさんは私は友達と旅行しました。海に行きましたかい,いえ、山に登りました。そうですか。男の人は休みにどこへ行きましたか ?1、1> 国へ帰りました。 二、2> 2海へ行きました。三、山へ行きました。四、どこへも行きませんでした。二番、男の人と二人の女の人が話しています。男の人は これから何をしますかあ、ここ綺麗。いいわね。あの、すみません。はい。すみませんが、一枚撮ってください。あ、いいですよ。えー、っと、このカメラはここを押してください。あ、ここですね。はい、お願いします。 男の人はこれから何をしますか ?1、1> 女の人のカメラを撮ります 2>, 2、女の人の写真を撮ります3、女の人に写真をあげます4、女の人にカメラを貸します 男の人と女の人が話しています。二人はお昼ご飯をどこで食べますかお昼ご飯はもう食べましたかあ、もうこんな時間ですね。一緒に食堂へ行きましょうか。いつも食堂ですね。今日は駅の前のレストランに行きませんか 駅まではちょっと時間がかかりますね。隣の喫茶店が近くていいですよ。そうですね。じゃあ、そうしましょう。二人はお昼ご飯をどこで食べますか一、食堂です。二、駅です。 三、レストランです。四、喫茶店です。四番、女の人が話しています。女の人は日本で何を勉強していますかはじめまして。私は、 レイです。一年前に日本へ来ました。国ではコンピューターを勉強しましたが、日本では日本語だけ勉強しています。音楽とスポーツが好きです。どうぞよろしくお願いします。女の人は日本で何を勉強していますか 1, 1音楽です。2, 2日本語です。3コンピューターです。4コンピューターと日本語です。5番 男の人と女の人が話しています。この店のコーヒーはどうですかコーヒーです。コーヒーあまり美味しくないわ。この紅茶は美味しいよ。そう前はコーヒーも美味しかったけどね。この店のコーヒーはどうですか 1, 1. 前も今も美味しいです。2. 2前も今も美味しくありません。3. 前は美味しくありませんでしたが、今は美味しいです。4. 前は美味しかったですが、今は美味しくありません。 6番。男の人と女の人が話しています。パーティーはいつですかパーティーの日はいつですかえー、4月8日です。え、7月い,いえ、7月じゃなくて4月です。パーティーはいつですか 1、4月4日です。2、4月8日です。3、7月4日です。4、7月8日です。7番。 男の人と女の人が話しています。女の人は何を取りに行きましたかちょっと、切るものを持ってきてください。え、ハサミですかいや、このケーキを切ります。あ、ケーキですね。ちょっと待ってください。女の人は何を取りに行きましたか 一、ハサミです。二、ナイフです。三、ケーキです。四、お皿です。八番、男の人が話しています。 この男の人は今何歳ですか今です。私はもうすぐ二十歳になります。誕生日は来週25日です。二十歳はもう大人ですから、これからは全部自分でやります。この男の人は今何歳ですか 1、1> 19歳です。2>, 2、20歳です。3、24歳です。4、25歳です。9番 男の人と女の人が話しています。今、駅にいない人は誰ですかいない人です。お母さん。ああ、たかし。お母さんしかいないのお父さんはあそこで切符買っているわ。姉さんはまだよ。 今、駅にいない人は誰ですか ?1、1> お母さんです 2>, 2、お父さんです3、お姉さんです4、お姉さんとお母さんです 10番。男の人と女の人が話しています。男の人はどうして明日休みますかすみません。明日の授業休みたいんですが。そうですか。忙しいですかい,いえ、あの、ちょっと病院へ。あら、病気ですか。いけませんね。はい。 あの、私じゃなくて、母が。ああ、お母さんですか。男の人は、どうして、明日休みますか ?1、忙しいからです。2、旅行するからです。3, 3、 男の人が病気だからです。4男の人のお母さんが病気だからです。これで4級の試験を終わります。